栄えある魔法学院では何が最も尊ばれるのでしょう。当然魔法の才能。魔法の素質がない無能者に学院を進級する術はあるのでしょうか。その答えは、この世は魔法絶対至上主義。権威とは魔法であり、力とは魔力であり、英雄とは明治である。不相応な夢にすがりつく愚者は早々に学院を去ることをお勧めする。マギアベンデになれれば夕日を見れるかもしれない。じゃあさ、一緒に見に行こうよ。それはただの子供の頃の約束、幼き日の約束を果たすため少年は塔の頂を目指す。ケルキリなんて本当にあるのか。あんなにバカにされて。ここで逃げ出したって僕だってやればできるんだ。魔法を使えなくたって。私知ってるよ。ウィルは優しくて誰よりも勇気があるんだって。違うよエルフィー、僕は君の隣に立ちたいだけの、君にふさわしい僕になりたいだけの、ただのみっともない奴なんだ。確かにウィルは一切の魔法が使えない。しかし彼はこの魔法世界の中で唯一の戦士。本当にいいのか。くどいぞ。私はもう決めた。すべてはこの世界を守るために。いつか杖と剣が交わらんこと。シオン、魔法を杖と剣を。あれはまさか。なんだ。剣が炎をまとった。魔法を食った。落ちこぼれ。お前、視界が赤い。力がみなぎる。気づけばその名をつぶやいていた。装填完了。
これは一人の少年が世界を覆す物語。前に来てやってみろって言って。杖と剣が交わるミストリー。またか。わかりました。